があるだけで、だって光があります。いつもと同じ画角だけど、これでも明るいけど、今ライトここにあるので。コメントありがとう、ツイッターの。撮ってよ、撮って違う。まあいいや、今日は仕事ないのだって。お話し会ですね。ほぼ全メンバー。まあ私は6、7、8なので、午前中はお家生写真を撮ってました。なのでこんな照明があります。ここにここに照明があります。夜配信ないな。うん、ないと思います。ないつもりで今やってます、はい、だから秋服なのか。なんかなんとなくなんか別に秋っていうお題じゃなかったよけど、なんかなんとなくこれ着てみた。そう、お話し会の洋服どうしようってめっちゃ思って、明日の洋服は決まってるんですけど今日が決まってなくて。お主くお邪魔します、ありがとうございます。昨日の SMS 認証、そう SMS 認証っていうのは電話番号ですね。だからツイッター連携とかじゃなくて、あの携帯電話番号をショールームのアカウント設定からしないとダメ。明日の3配信どうしようと思ってて、一枠目がめっちゃ長いじゃないですか。そうだから、なんか長い、どうしたらいいんだろうなと思って。めっちゃ今日何時に起きたって来てる。めっちゃ気になるんだね、起きた時間言いませんめっちゃ気になるっぽいから言わない逆に4週はできない。明日3週、あの送ったメールの星が3つついてたじゃないですか。あれは3週、星3週って意味で星をつけました。昨日何時寝た？3時ぐらい。3時ぐらいです。3時ちょい過ぎたぐらいかな。そう。でも、2時55分ぐらいまではスマホ見てて、そこからスマホを閉じて寝たから、まあ3時ぐらいに寝たんだと思う。明日は3週の計、9週を、そう4週できると思ったんだけど、なんか多分なんか
私4周できなんかできそうだなと思ったけど、なんか結構むずいかなと思って、むずかったので、そうだからそう、ね、さっきさんには厳しいってさ、あのコメントさ、さっき来てたんだけどえ厳しいの私って、厳しいってなんか言ってたの本人が。さっきさんはさ何でも言っちゃうからさ、知らんけど、私が昨日もさなんか LINE しててとか言ってすぐ言ってくる私は。やばい、 DM 見てないわ今日起きてから。ユリと話してはないけど LINE はしてる。 DM 送ったよね。ね、捨て星しない方法って何？ランキングって毎日更新されるらしいです。なんか数時間ごとじゃなくて1日ごとだった気がする。そう、15位までしか出ないから、15位より下だったら出てこないですね。うん、そうそう確かにスタートダッシュね、ちょっと重要だよね。難しい。キーさんはでもなんか私が思うに、昨日も言ったけど、なんか甘えに行くよりツンツンしといた方が面白がって話しかけてくる絶対まあツンツンしようって思ってツンツンしてるわけじゃないです。私も自然体があれなので、だからなんかあんまりまだ何回かしか喋ったことない人とかからはすごいなんか誤解されやすいから直したいと思うけど、でもさっきーさんは私のこと分かった上でやってくるから、そうだから自然、何も考えなくていいのかなって昨日思った。逆にね、45分なの、50分前にしてほしいやったら、ああ50分前にだって。でも多分統一した方がいいから、捨て星の時間帯って前全部だから、なんか1日目だけ捨て星の時間を5分早めるとか、多分ごちゃごちゃになるからやめた方がいいかなとは思っちゃう。お互い突き放す感じほら、ツンツンされて嬉しそうだって。なんかさっきーさんってなんか同期とかにはなんだろう、なんか なんて言うんだろう、私の立場じゃないですか逆にねだからちょっと面白いなって思って、昨日そう昨日なんか元カレですの昼公演の元カレですの前にこうやってやられたからやってなんか逆になってるなみたいな。いつものさっきーさん逆だなっていう。って思いました。明日はそうね、特にサホさんだよね。サホさんとさっきーさんの写真はなんかいつも面白い。感じします。
他にあるでしょ。誤解しないでほしいのが、いっぱいあります、サッキーさんのいいところ。でも本人を前にしてなんか真面目に褒めるのちょっと私できないのでそう、真面目に褒めるとかはちょっと嫌なんで外見で攻めようって思うんでそう、あのね、あれはね、 MC ではですよ、はい、さっきさんのいいところ言ってって言ったらいっぱい出てきますからね、もちろん中身もしかも時期なんかね、その MC のお題があるじゃないですか。で MC 出る前にスタンバイしてるんですよ、袖に。前半 MC がやってる時に着替えてから着替え終わってスタンバイしてるの。その時に何褒めてくれるの、楽しみだなって言われて、そうだから絶対外見だけしか褒めないくていいよって言ってそう、っていうあれです。膝のサポーターつけなくなる、なんか覚えてたらつけるけど、いつもなんか靴履いてから思い出すから、なんかいちいち靴脱いでつけるのめんどいなっていう気持ちで。でもこの前の B コインの時膝すりむきそうになってちょっとヒヤヒヤしたじゃあつけるよって感じなんだけど、うん、つけてない。朝できてないんだよね、不思議なことに。ね、つけるメンバー減った。配信の機構でさっきさんのいいとこだけ話す配信するのどう？絶対にやらない。なんでピンポイントに褒めなきゃいけないんですか？だってさっきさんに向けての配信しても意味ないやん、その特定の人物に向けての配信はしないです。なんかそれをなんか企画として、なんだろう、タイムスケジュールにそう書くと思うんですよ。何時から何時カラオケ配信とか、そうそうそう、そこになんかね、特定の人物の名前は出さないです。まあ自分の名前は出すかもだけど、セラタンクイズとか出すかもだけど、それ以外は出さないです。どうしようね、初日の配信の企画。なんか初日、まあ一枠目はなんか。いつも通り話してもいいけど、初日は何も決めなくていいか、逆に次の日録配信するしね。なんかみんないつもよりニコニコしてて、なんかあった？知らない。私はさっきさんのせいでニコニコしてた悪いみたいな言い方してる。いい方だってね、違うのよ。なんかめっちゃね、目合わそうとしせようとしてきてて、昨日いつもひななさんがやってるポジションだったから、ひななさんとは目が合わないところとかもうめっちゃ目合って、めっちゃ見るやんって思って、面白くて。あ、15分経ちましたということで、ランキングを読みます。
13位がキッズ、32位グリーンリバー、31位エイニャン、30位フォレスト系男子さん、9位チャールさん、8位ワッキーさん、7位きなこ、6位うちゃん、5位、なんて読むのこれ、なんて読むんですか、読めない、読んでみんな誰か。4位何か三好さん、3位アカーナルソルティさん、2位鈴木アルト DX さん、1位ツワブキさん、ありがとうございます。高弘さん、ありがとうございます。ということでランキング13に読んだということで、ギフト読みます。カンさん、チップ&デールのハヤトさん、ミッチーさん、マシュルムチさん、なぎささん、 ISZ271 さん、うちゃん、太陽のアトさん、ドラゴン Z、 ありがとうございます。ではこの後、この後3時じゃないね、何、3部違うよ、何、5部、何部だっけ、678だね、6部だ、678部、オンラインお話があっておしまし全部できるので、ぜひなんか気になるなって思ったら1枚でも来てくれたら嬉しいです。ではバイバーイ、またね。夜はないと思っといてください。なんかもしかしたらやるかもだけど、まあ、今のところやる予定はないということで、おやすみなさいじゃないでした、間違えた。もうショールーム終わる時のね、決まり言葉みたいなのがさ、おやすみなさいだからさ、言っちゃうよね。また